久武受けて詰めた。さあ久武がジャンパー落ちたボールアレックス拾って、今度は詰めたのウィングからのスリーポイントシュート。回り込んで詰めたが受ける、戻してコーナー3、相手のシュートが決まりました。またもスリーポイント。これでハーパーはチームの8得点すべてをマークしています。久武のジャンパーで応酬。デイビスが体を押し当てていきました。ルーミーポゼッション4点差になります。さあ一気にいった池田が高速でコース、一気に行きました、自ら行きました。バスケットカウントエンドワンです。駒澤のファールを誘いました。内田とパス交換をして、バウンズパス、モンゴメリーが行った。そしてフットバックダンク、オールスターのダンクコンテストに出場した。アシストランク7位の池田、モンゴメリー、そしてここでこれに対してチャップマン、外へ鎌田切り裂いていく、ブロックはアレックス、24秒バイオレーション。鎌田のレイアップをアレックスが封じてきました。池田の前にはチャップマン、じっくり相手の動きを見ながら、久武だ、久武のジャンパーが決まりました。先ほどは豪快なダンクシュート。相手の動きを見て内田が巧みなステップ、シュートを決めてみせました。さあ今日青森県八戸市の出身の野里から池田、そしてモンゴメリーが一瞬の隙を突いてシュート。さあ21点7点差になります。そしてそのチャップマンと一卒、ターンオーバーになる池田からゴール下へ内田のシュート。青森が加速。第2クォーターが始まります。空いた、そしてモンゴメリー体を当てて、バックに体を当ててしっかりと得点奪っていきました。モンゴメリーです。落ちてリバウンド空いたです。さあそして青森は27番の東海林が入っています。そんな中デイビスのスリーポイントシュートが決まりました。28点目。モンゴメリー拾って詰めた、空いたが自ら1点目のシュート。31点目。リードを許していない青森です。さあここで詰めた、そのマックス久武コーナースリーが決まった。ダンクジャンパーコーナースリー、何をやっても光ります。得たところでこのオフィシャルタイムアウトに入りました。青森バッツ、やはりこのトップの位置、詰めたから北武というところ、これがターンオーバー、これも奪い返して詰めたのレイアップシュート。北武ノールックパス、北武がなんとか拾ってつないだ、詰田のスリーポイントシュート。大きな大きな価値のあるスリーポイントシュート。継続しているチャップマンが入っています。さあ1点リードの青森、アレックスのスリーポイントシュート、勝負強さを見せたアレックス。ミスマッチを引き起こしています。デイビスがそこをついていく、戻して詰めたからデイビスがフックシュート。でデイビスがうまさを見せます。この詰田のパスもお見事でした。献身的なプレーをマックス久武、ハンドオフで空いたの前には二宮、スピードがあるプレイヤー、キックに入ってデイビス、それを使ってスネークドライブ、最後はフローターシュートを見せていきました。60点台に先に乗せた越谷、久武から野里のレイアップシュート、ヒップシュート決めてみせました。久武です。田村、ここでボールが奪った、ビール見せた、池田がそのままレイアップ、さらにエンドワン、さらにアンスポーツマンライクファール。すが光るディフェンス力、守備職人の池田、さらに相手をうまく誘ってファールをもらい、パス交換し空いたです。空いたが一瞬の隙、スリーポイントシュート。第4クォーターの入りは完全に青森の流れ。
田からモンゴメリー、もう一度池田です。池田がまたアタック、そしてノールックパス受けて野里のスリーポイントシュートが決まった。第4クォーター、これで青森は9点のラン。青森は流れを維持していきたい場面です。池田からモンゴメリーのシュートが決まった。ボールがチームに嫌われ戻ってきて、さあ青森のポゼッションです。モンゴメリー、モンゴメリーがパーパーをかわしてレイアップシュート。池田が指示を送る前にはハーパー、スピードのミスマッチをついてキックアウト、アレックスのスリーポイントシュートを大きく集んでキックシュート、マックスにしたタッチをかわす。さあ2点差に追い上げました。平名を散らします。常田からコーナー、アレックスのスリーポイントシュートだー。ここでハーパー今日26点目、点差を5に広げます。デイビスからモンゴメリーのスリーポイントシュート、青森が追い上げる。食らいつく、いつリバウンドの力を見せる。そしてアリエフダンク、モンゴメリーのダンクで